じゃ、ちょっとマイクのテストお願いします、はい。マイクテストです。マイクのテスト。あ、大丈夫そうです。はい、では。はい、早速。え、どんな感じで始めるんですかえ、いや、いつも通り始めて。最後に。い,あいや、最後かな。最初に行った方がいい<あ>ような気がするんだけど。あね、ははい、こんにちは。 ニュースで韓国語は私、韓国生まれ、日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと日本生まれ、韓国在住経験あり、ワクチン2回打ってさいつでも韓国に行けるぞと思っている日本人のヨッシーが韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで日本語、韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。はい、というわけで1回目で。 実はピョンチャンオリンピックの真っ只中にこれをやってたんだよね。わお始まったんだよね。もしかしてオリンピックで始まり、オリンピックでオリンピックで終わるのか。<laughs> そっか。<laughs> あれ、俺しも今年は北京オリンピックじゃなくて来年ですか来年の冬じゃないかな。あゃやっぱり3年やったんですね。3年とちょっとかな。というわけで。 というわけで、えー、本日がシーズン1最終回となります <laughs> そうなります、うん、あくまでシーズン1の最終回だからねうん。うん、ただちょっと一度やっぱりちょっとジュジュさんの時間の確保であるとかねヨシーさんとめうパップしてなんか本当に急になんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらい仕事が多いよね、うん、ということもあったりとかね。もう一回持続可能な形に 立て直そうと思ってまして。S D G S N D K ニュースで韓国語を目指します、うん。そう、ニュースを読むっていう形もあの今のペースではなかなか結構無理が出てきたなというのもあったりするので。そうするとポッドキャスト名を変えないと。まあニュースは読むんじゃないかな。全 <laughs> 言撤回なる。いや、うん、あれに、けど、ちんじゃ。 처음에는 이렇게까지 오랫동안 할수 있다고는 생각 안 했었잖아요, 우리. そうだね. 처음에 는 진짜 한 10명 정도 꾸준히 들어 주시면은 너무너무 감사하겠다고 생각하고 있었는데 현재 꽤나 많은 분들이 애청을 해주시고 そうね. 애정을 해 주시고. 本当니 목표 10인とか 最初言ってたけど,まあ, 그거는 なんか第1回で突破したような気がするんだけど 정말 너무너무 감사합니다. 음. 최고. 本当に 1번 높았던 거가 よくわからないんだけどどういう基準でやってるのかあのスポティファイのランキングで23位ってのを一度言ったことがあって<ー>最高順位かな<お>今はもうなんか結構スポティファイのポッドキャストもなんか乱戦状態になってきたんでそんなところまでは上がれないけど<ー>、うん、そう振り返ってみればちょい新聞と立っちゃないよ新聞で直っちゃないよあそうでしたねあの東京新聞に取り上げていただきましたねね、うん、チェッコリさんでイベントもしましたしあそう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 あとは花にも あそうですねあの<の>韓国語の「花にも取り上げていただきました、うん、はいんだか、あのー、いろんなところで本当にあのたくさんの方に応援していただいてね本当にまあこれからも続けるつもりではあるのですが今のペースはちょっとねというのでこれからどういうふうな形でじゃあシーズン2を うんえー、続けていこうかというところを話しながらなんとかうまく続けていく方法を考えていくでまたあの皆さんにも引き続き楽しんでいただけるなんか役に立っていただければこれ以上のことはないですけれどと、うんうん、いう感じ。 ですかね。ねそんなわけで、シーズン1の最終回です。シーズン1の最終回です。第1回が、あの、ピョンチャンオリンピックの真っ只中の、あの、お<ー>ねえ、っと、イ・サンファと小平奈の熱い友情の物語という話でやりましたが、うん、また、今は東京オリンピックの真っ只中。ですね。<laughs> ということで、なんか、韓国も日本もなんか始まってみたらすっかりオリンピックフィーバーになってるよね。ねちょいチベサど、 남편이 올림픽 좋아하거든요. 그래가지고 계속 올림픽 보고 있어가지고. 싸웠어요 허허허허허. 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 허허허허. 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 허허허허허. 허허허허. 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 허허허허허. 허허허허. 허허허허허. 허허허허허허. 今明かされるジュジュの夫の仕事 <laughs>。まあ、あんなにオリンピックをね。うん そうなんだ。でも本人はオリンピック楽しみで仕方ないんだ。まあそ、それは本人オリンピック取材もしたことあるので。あ、そうなんだ。はい。ロンドンかなへえ<ー>。うん。好きなのもともと。まあ、それは羨ましい。うん、というか、うん。こんな大会でなければ僕ももうちょっと脳天気に見ていたのかもしれないけれど。うーん,、うん。なんかこんな中でこんな時にみたいなところもやっぱりあるし。うーん。 드디어 드디어. <laughs> 응. 예방 접종 맞고 왔는데. 응 생각보다 아프지는 않았고. 그리고 음. 응, 사람들이 몸살 나고 팔이 안 올라가고 그런 얘기도 많이 했었는데 저는 전혀 그런 증상도 없이 음. 응, 나는 혹시 젊은이가 아닌가 싶기도 하고 있어요. 이니 네. 이와가팔 자체가 순달이 털 1회미가 으가안날 くらい데. ええー、住むんだけど、僕はあの、モデルナだったので、2回目が結構、熱出て大変でした。うん、うん。本当になんか、飯食えなかったし、丸一日。ああ。저희、엄마が、くじょっけんか두번째맞고오셨는데、멀쩡하시던데요うん。<laughs> ね、なんか、젊은사람들은、약간、좀、몸살이심한것같고、ね、좀、ないまねしん분들은 うん。のって我が家の70代の両親もなんか、ちょっと頭が痛いぐらいだけだったらしいから。うん。副反応が強いっていうのはなんか喜ぶことなのかもしれないけどね。うん。ねだから私若くないんじゃないか。ちょっと2回目、ちょっとね、ドキドキ。いろんな意味で。さあ、これが、うち終わったら、また韓国に行けるぞ。行くんですかいや、まあ、行けるといいな、ぐらい。<laughs> <laughs> <laughs> 行く予定はと、とりあえずないけどね。うん 新大久保で、あのー、自粛要請とか関係なくやってる店は <laughs> <laughs> あるので、そういうところでお酒は飲めるかなと。あ、新大久保、平日でか도人람들이너무많아가지고、주말에는あえ、앞에안보일정도잖아요。そうね。うん、이게뭘까싶어서。うん、別になんか緊急事態宣言だからといって人では全然減った感じがないよね。<laughs> ね のリチンそうね。うまあ今やもうなんか若者のトレンドは原宿から新大久保に完全に移ったと言われて久しいからね。いやー、ねすごい話ですよね、うん。そう、そういう時代になったのよ。なんか、すごいですよね。コリアンカルチャーが先を行ってておしゃれっていう時代になったのよ。ね最近行けてる人はやった。うん なんか韓国っていうキーワードが出るみたいな話を聞きちんちゃーみたいなそうでそんな中でこのちょっと韓国で、えー、話題になったコラム今日は読んでみようかなと思ってるんですけど聞いてれば分かりますけどもここでよく取り上げている元はハッフォストコリア編集長のキム・ドフンさんのコラムこのパターンは前も見たんだけれども多分やっぱりキム・ドフンさんは、えっと、80年代に幼少期を キヨンサンナムダのマサンで過ごしていた人なので、やっぱり日本っていうのはキラキラして超えられない何かっていうなんかすごくあの複雑な感情を持ってる人ではあるんだよねうん、うん。で、なんかその人がオリンピックの開会式を見てどんなことを思ったかっていうコラム、これ韓国で開会式の直後ぐらいにすごい話題になってた。うんうん、ちょっと読みますね。1980年代の小学生たちは集まるとギンギラギニと歌った。 その時代私は、京山南部マサンに住んでいた。プサンもそうだが、日本による植民地時代に港として成長したマサンもまた日本文化が早く伝わった年だった。1998年、君手順政権が日本文化を解放する前まで、日本から来る全ての文化と製品は不法だった。人々は不法を好むものだ。80年代の多くの小学生は、行商人が輸入した象のご飯入れを持ち歩いていた。象印魔法瓶が生産した保温ランチジャーを韓国人は、象のご飯入れと呼んだ。 ジジョジュルシとは象のブランドという意味だ。私も象のご飯入れを持ち歩いた。昼休みにお,へお弁当を開けるとみんな簡単した熱いスープから気がポッポッと立ち上ってきた。象のご飯入れは先進国の異物のようなものだった。1980年代で초등학생은3355모여ギンギラキニ라고노래를불렀다。그시절나는경상남도마산에살았다。부산도그렇지만일제감정기때 항구로 성장한 마산 역시 일본 문화가 빠르게 전해지던 도시였다. 1998년 김대중 정부가 일본 문화를 개방하기 전까지 일본에서 오는 모든 문화와 제품은 불법이었다. 사람들은 불법을 좋아하는 법이다. 80년대에 많은 초등학생은 보따리 장수들이 수입한 코끼리 밥통을 들고 다녔다. 조지르시 마호빈이 생산한 이 밥통을 한국인들은 코끼리 밥통이라 불렀다. 조지르시는 코끼리표 라는 뜻이다. 나도 코끼리 밥통을 들고 다녔다. 점심시간에 도시락을 열면 다들 감탄했다. 뜨거운 국에서 김이 모락모락 올라왔다. 코끼리 밥통은 가히 선진국의 유물 같은 것이었다. 韓国は日本に到底追いつくことのできない返境の一角だった。1980年の韓国の国内総生産 GDP は日本の17分の1ほどに過ぎなかった。韓国の一人当たりの国民所得は1686ドルだった。 日本は1万ドルに近かった。日本は先進国で、韓国は貧困から抜け出し始めた発展途上国だった。文化も当然違いがあった。不法に入ってきた日本文化は、小学生の目で見ても信じられないほど先進的だった。貿易船の船長として働いていた父親はたびたび日本の雑誌を自宅に持ち帰った。艶やかで鮮明なカラーページは、韓国の雑誌とはあまりにも違っていた。私は日本を胸が痛むほど羨望した。 한국은 일본을 도저히 따라갈 수 없는 변방의 총구석이었다. 1980년 한국의 국내 총생산 GDP는 일본의 17분의 1가량에 불과했다. 한국의 1인당 국민소득은 1686달러였다. 일본은 1만달러에 가까웠다. 일본은 선진국이었고, 한국은 막 가난을 벗어나기 시작한 개발 도상국이었다. 문화도 당연히 차이가 났다. 불법으로 들어온 일본 문화는 초등학생의 눈으로 봐도 믿을 수가 없을 정도로 선진적이었다. 무역선 선장으로 일했던 아버지는 종종 일본 잡지를 집으로 가지고 왔다. 반질반질하고 선명한 컬러 페이지는 한국 잡지들과 너무 달랐다. 나는 일본을 가슴이 아플 정도로 선망했다. そして、銀ギ,ギラギニが登場した。ある日突然、子供たちが日本語の歌を勝手に歌い始めた。間違えずに歌う部分は、銀ギ,ギラギニだけだった。華やかだが自然にという意味だった。

불법 카세트 테이프에 담겨 있는 이 뽕끼 어린 댄스 곡은 꽤나 중독성이 있어서 아무리 흥얼거려도 질리지가 않았다. 당시 한국 가요에는 댄스곡이라고 할 만한 것이 거의 없었다. 일단 ここまでにしましょうかはい.じじさん結構これを読んで懐かしいと思うことがうーん.ありますよ. 응. 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 에, 콘도 마사히코의 부른 노래 불렀다. くっちょくのあんぎこ。あ、くんで、ぎんぎらぎんにさりげなくて、カレいだけど、カレいながら自然にっていう意味だったんですね。というか、まあ、なんかわけわからない歌詞ではあるけどね、<laughs> 日本語でも。ね、うーん。그것이はな、てみっそく、と、はなのよくし、 저도 80년대 후반에 저희 아빠가 한국과 일본을 왔다 갔다 하셨으니까 그때 그때 그당시에그 느낌이라는 거를 저도 조금은 알고 있죠. 아니, 무역의 시을도 했던 낌. 음, 무역은 아니고요. 저희 아빠는 전기 쪽에서 일을 하고 계셨는데 일본에 출장을 많이 가셨어요. 아, 근데 음. 뭐마사이자 이거 음. 뭐, 뭔가 일본からのお土産が家に溢れていて,それがキラキラしていた. 저도 지금도 생각나는 게 저희 집은 그 아빠가 먼저 일본에 가셔서 혼자서 여, 여기서 일을 하셨거든요. 단신 후인 때요나 아, 단신 응, 후인네. 응. 응. 그래서 그때 아빠가 항상 한국에 오실 때 일본 제품을 이것저것 사와 주셨는데 진짜 펜도 그렇고 옷도 그렇고 하나 하나가 너무 일본 제품이라는 게 너무 자랑스러워서. 저도 유치원에 갖고 가서 친구들한테 자랑을 했던 그 기억이 있고, 때 자랑을 하면은 샘난 친구들이 뭐라 뭐라 그거 일본 제품이잖아 하면서 네, 뭐라 뭐라 했던 기억도 나고요. 마사니,この 김도훈さんの書いていることのこのなんかまさに同じ情景がまさに繰り広げられていたわけね。 うんうん.本当にまさに. 그리고 또 생각난 게, 응. 1990년대에 들어와서 저희 집은 일본으로 왔었는데, 뭐 여름 방학 때마다 뭐 거의 한 달씩 한국에 가서 친척집에서 계속 머물면서 음, 생활을 하고 있었는데, 어, 그때 엄마가 일본 제품을 정말 여러 가지 사, 사가지고, 그거를 들고 간 거예요. 그래서, 친척이나, 그리고 엄마, 아빠, 친구들 만날 때마다 그거를 나눠드리는데, 그 선물을 사람들이 너무너무 좋아했죠. 例えば, 카레, 루, 독, 가, 아, 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 그 아, 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 다거나. 근데 뭐, 일본의 오까시, 사탕 같은 것도 음, 다들 맛있다고 했었는데 근데 정말 그런 거를 사서 갖다 드리면은 다들 좋아하셨거든요? 그래서 응. 지금은 1990년대가 아니라 2020년대잖아요. 근데 우리 엄마는 아직도 거기에 있는 것 같아. 그래서 한국에 갈 때마다 일본 거를 내옷 같은 것도 그렇고, 사가는데, 엄마 제발 그러지 말라고. <laughs> 한국에 이거 다 있다고. 응, 그리고 어쩌면 한국 게더 예쁘다고. 근데 엄마는 아직도 뭔가, 음, 일본 게 좋다는 건 아니지. 아니, 그건 알고는 있겠지만, 옛날에 그, 일본 거를 사가서 사람들이 좋아했던 그 30년 전을. <laughs> <laughs> 30年전에味と사랑に계시는것같아요。このまさになんかこの当時まだ韓国語を勉強していたで学生だった僕がその日本人のせせ先生なんだけど日本人の先生に韓国留学することになりましたって挨拶したら先生はいろいろ教えてくれたのが必ず別に自分から何か買っていくものはないですかと聞きなさいと韓国人に。で、まあ醤油。 塩、えー、ごま油、とにかく韓国にあるものでも日本から買っていけば何でも喜ばれるからっていうふうに言われた。うん、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 정말。 うん。うん。さっきも言いましたけど、カレールーがね、すごい喜ばれて。あれ不思議だね。なんか当時はロッテペッカジョムの、あの、地下1階の食品売り場の片隅に日本食品コーナーがあって、ここで実は SB ゴールデンカレーって高い値段で売ってたんだけど、うんうん、これがすごい人気で、ね、実は。うちの親戚たちはバーモントカレー派だったバ <laughs> 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 ーモントカレーのオッチャナって。ああ<ー>、そうなのかな。知らないけど。<laughs> うん。うん、で、区当しの、 韓国カレーがノランカレーよっちゃないそうだったね。真っ黄色なカレーだったね。うん。그렇게맛こと아니고。あおっとぎのカレーね。おっとぎのカレーね。うん。だからいまだに買ってくんだよね、あんま。うん。もうそういう時代じゃないからやめてってすごい言ってるんだけど。うん、まあ当時と比べれば韓国は格段に物がたくさんある時代にはなったけれどね。うんうんうん。ちょっと一番最初に出てくるこの、こっきりパッとん。うん。これが、うんうん、あの、 これ、パッンって普通あれなんですけどね。炊飯器だよね。炊飯器なんですけどね。さすがに。ここで言ってるのは持ち歩ける。なんかご飯じゃーみたいな、あの、多分保温、保温機能のある弁、弁当箱みたいなやつじゃないかしら。ね。でもこれ日本製なんでしょうなのになんで日本に名前がないんだろう。うん。ランチジャーってそんなに普及してなくないですか当時そんなに普及しててなかったような気がしたけれど、それは僕が、 東京に住んでたからでもしかすると寒いところにはすごい普及していたのかもしれないなっていう気はする。うんねなんか 私、ランチジャーって最近になって普及してるイメージなんですけどね。うん、なんかあったかい汁物とかあったかいご飯をお弁当で食べたいよねみたいなのが最近増えてるなと思ったけど。そうそうそうで、パイシミナンデブッター一冊の焼きじゃないよ。そうね、多分これは北海道とかすごい寒いところには実はもうみんな使ってたものじゃないんかなという気がして。うん、ねでもね、思い出すのは、でんなんかね、毎年夏に、 ね、親戚、本当にもう家族みたいな親戚がいるんですけど、お前オッパ、おっぱうん、お前、お、お前、おっぱね、ちょい三つね、가고있었는데、거의한달동안に기있으니까、그냥빈손으로갈수도없잖아요。そうね。うん、그러니까항상、なんか電気製、電化製品の結構いいやつ買ってたりしてたんだよね。おお<ー>、うん、はい。まさに象印。そうそう,そうそうそう。<laughs> 炊飯器とか。そうそう。結構リクエストを聞いて、そう。で、やっぱり象印とかね、持ってったよね。 うんうん、結構そう、ウォークマンとか生やすたもんね。そうそう,そうそうそう。ウォークメンウォークメンってよく言われた気がする。本当にその時代ですよ。うん。クロンシテがいそんな、ねね、んで。ねえ。ねえ。んで、진짜、ちがむ、一千二十年でじゃないよ。そう。まあ、ここ <laughs> 繰り返しますけど、ねうん。ここにも書いていたけれど、まあ、あの、すべての文化と製品は不法だったっていうけど、まあ、すべ、まあ、て不法だったわけではないんだけど、確かにいろんなものがその、日本からあの輸入を禁止され、あの、 特にね、歌とかね、音楽、ね、とかね、漫画,とかね漫画、映画禁止されていて、うん、だから違法に芋渡っていたものがすごく多かったから、みんなやっぱり違法なものを、うん、違法なものだからこそ欲しいみたいな部分もちょっとあったら、あったはあったと思うしね。ね、うん、そう、この番組でも何回か言いましたけど、1995年の夏に私はいとこのリクエストで XJAPAN の,の CD 買ってたもんね。 超人気だったじゃないですか。人気だったね。ヨッシーさん、その頃が留学じゃないですか。してたね。もう、あの頃の、もうね、なんか、X のエンドレスレインとかは、みんな、X のエンドレスレインと長渕剛のンは大体みんな当時歌えたね。長渕剛。長渕剛。長渕剛すごい人気あったの。本当本当。わかんない。なんか、そういう情緒があった、情緒があったんじゃないのそうなんですね。なんか、チョンスが、たん、まぬのごな、あにえよ。 ランってどんな歌ですか最先端っこに、百円玉投げたら、釣り線出てくる人生がいいと、っていう歌。それサビですかえっと、歌い出し、でもサビもまあこんなような歌。ええー、わかんないや。あの、んそんなに長渕剛のたくさんある歌の中では有名な曲じゃないんだけど、韓国では必ずカラオケにあった。ほんと私、長渕剛赤とんぼはあ。赤とんぼって長渕剛そうね、多分、確かそうね。 赤とんぼがよく私のバイトしていたカ南のあの日本お好み焼き屋で流れてて。これ韓国の人好きなんだよって言われて、何ですかって聞いた覚えがある、うん。多分なんかああいう曲好きなんだと思う、あの。うん、ねうん、なんというか、あのー、<う>韓国人で言うとカンサネじゃないけど。うん、なるほどね。そうですね。うん。 さあ、はい、じゃあちょっと続きを読みましょうか。続きはここから日本が転落していく <laughs> じゃないけれど。はい。韓国にもよく知られるグループ、スマップの木村拓哉が全盛期を迎えた90年代に、近藤正彦はやや古い存在になった。華やかだが自然に <laughs>、それが私のやり方、派手だが自然に生きていくだけなんだかな。 とひねくれているが自信に満ちた歌を歌っていた時代は過ぎていた。東京の不動産を売れればアメリカも買えるという時代は幕を下ろしていた。1990年代が過ぎバブルは弾けた。ものすごい音を立てて消えた。失われた10年がま間もなく始まるところだった。韓国에도잘알려진グループスマップキムラ村ク也が정성기를맞이했던90年代へ近藤正彦는좀낡ぐ존재が됐다。화려하지만자연스럽게。그게나의방식。 화려하지만 자연스럽게 살아갈 뿐이야. 라고 삐딱하지만 자신감 넘치게 노래하던 시절은 가고, 어, 가고 있었다. 도쿄의 부동산은 팔면 미국도 살수 있다던 시대는 막을 내리고 있었다. 1990년대를 지나며 버블은 꺼졌다. 엄청난 소리를 내며 꺼졌다. 잃어버린 10년이 곧 시작될 참이었다. 私は深夜ニュース番組を見てこれを書いている。オリンピックのニュースを見て私は一時期、地球で最も裕福で秩序があり、洗練されていた国が傾く音を耳にする。パンデミックという統制できない要因もある。それでも東京はどうしてもこの巨大な国際的イベントを行う準備ができていないように見えるくらいだ。日本は慌てているだろう。計画通りなら、オリンピックは日本の再生を象徴する行事になるはずだった。日本すげえのパーティーにならなければならなかった。今はむしろ売りなら万世だ。 特に私は、菅義偉首相がムンジェイン大統領の訪問をああしたりこうしたりと曖昧な態度を示していることから、ある種の居心地の悪さと戸惑いを読んだ。日本に追いつこうと努力していた隣国の田舎者が同等な位置に登り始めたことを、到底受け入れられない様子だと解釈してもいいだろう。 굿뽕 옥후 약수 맞다까? 나는 이 글을 10년 뉴스 채널을 보며 쓰는 중이다. 올림픽 뉴스들을 보면서 나는 한때 지구에서 가장 부유하고 질서있고 세련되던 한 국가가 기우는 소리를 듣는다. 팬데믹이라는 통제할 수 없는 요인이 있긴 하다. 그럼에도 도쿄는 도무지 이 거대한 국제적 이벤트를 치를 준비가 되어 있지 않을 것, 않은 것처럼 보일 지경이다. 일본은 당황하고 있을 것이다. 계획대로라면 올림픽은 일본의 재생을 상징하는 행사가 되었어야 한다. 국뽕의 파티가 되어야 했다. 지금 국뽕은 오히려 한국의 것이다. 특히 나는 스가 요시히데 총리가 문재인 대통령의 방문을 이리 재고 저리 재는 모호한 태도를 보이는 것으로부터 어떤 불편함과 당황스러움을 읽었다. 일본을 따라하려 애쓰던 옆나라 촌놈이. 동등한 위치에 올라서기 시작한 것을 도무지 받아들이지 못하고 못하는 눈치라고 해석해도 좋을 것이다. 한국은 오이코스 시대에 입한국역개발회의 アン,アンクタッドは、韓国の地位を発展途上国から先進国に変更した。韓国の一人当たりの購買力が日本を上回ったというニュースもある。40代の私にとって、日本はどうにかして乗り越えなければならない何かだ。韓国の10代と20代にとって、日本はただ韓国と同じように暮らしているが、街が少し清潔すぎる国に過ぎない。誰も日本のドラマを見て東京を夢見たりしない。韓国は中央レシデへ돌립했다 UN 무역개발회의 앙크타드는 한국의 지위를 개발도상국에서 선진국으로 변경했다. 한국의 1인당 구매력이 일본을 넘어섰다는 뉴스도 있다. 40대인 나에게 일본은 어쩔 도리 없이 극복해야 하는 무언가였다. 한국의 10대와 20대에게 일본은 그냥 한국과 비슷하게 사는데 길거리가 조금 더 간박적으로 깨끗한 나라일 따름이다. 本ラマ東京私は今でも近藤正彦の「元気なラゲにさりげなく」の、えー、ステージを YouTube で見たりする。今やそれは、華麗だが自然に黄金期を楽しんだ一時代の過ぎ去った象徴のように見える。私は続いて BTS のミュージックビデオを見る。黄金期を始める一時代の新しい象徴だ。もしかしたら、韓国と日本は今になって腹の内を見せ合い、お互いを同等なパートナーとして眺めることのできる時期を迎えたのかもしれない。日本を先望した20世紀少年の時代は過ぎ去った。21世紀の友人の時代が開かれている。 나는 요즘도 종종 곤도 마사히코의 긴기라기이 사리게 나쿠 무대를 유튜브로 보곤하다. 이제 그건 화려하지만 자연스럽게 황금기를 즐기던 한 시대에 지나간 상징처럼 보인다. 나는 이어서 방탄소년단 BTS의 뮤직비디오를 본다. 황금기를 시작하는 한 시대의 새로운 상징이다. 어쩌면 한국과 일본은 이제서야 진정한 속내를 보여주며. 서로를 동등한 파트너로 바라볼 수 있는 시기를 맞이했을지도 모른다. 일본을 선망했던 20세기 소년의 시대는 갔다. 21세기 친구의 시대가 열리고 있다. 와우. 와우. 사이코가 마토매가すごいですけれ 近藤正彦のギンギラギンにさりげなくでここまでかけるのがすごい。<laughs> ギンギラギンにさりげなくてこんな象徴的な歌だったいや <laughs> ひたすら若さで勢いでっていう感じの曲だと思ったけどな。<laughs> う,んうん。相当衝撃だったんだろうな。これ初めてあの歌ってた頃の、ね、金ムドさんの幼少期。微妙になんかこの日本感にはちょっと 若干なんかそうかなと思うところもいくつかあったりするかもしれないけどね。うん、さっき、<laughs> 저희남편にらん、기하고ごいさ데、んで、うん、그런ンチジョドラゴ日本は韓国に追い越されることをどう思うかみたいな話だけど、うん、多分そこまで意識はしていないだろうなっていう,うん、똑같은やぎらハドラゴヨ。 실망이랄까 <laughs> 실망도 있었고 근데 일본에 사는 사람으로서 이해도 하고 음, 음. まあ、そこまで意識しなくてもいいじゃないかというのはなんかすごく思うけどな何かにつけて日本と比べたがる韓国人というかそうなんですよねやっぱなんかそこはねそれをやると、うん、今はそれがなんかダイレクトに日本語に翻訳されて、うん、あの日本のヤフーニュースに踊る時代になってくるとなんか逆になんか日本人がそれを見て意識してしまうみたいな状況が始まっていて。ちょいんぴょに行けたん ね、日本を追い越す存在について、うん、韓国を그렇게意識はあなごいんのこかっこう、오히려中国を意識かごいんのこかった、んいきをはだらうよ。なんかま中国にはもう当の昔に追い抜かされているような気がするんだから。うん、そうだけれど、まあ、とにかくね、か、うりが韓国を意識かうまん、あ、うりが日本を意識かうんまん큼、日本에서는韓国を意識かじ않는だな、さしる。まあ、それは実際そうだよね、あの。 なんか、新型コロナのワクチンにしてみても、うん、も韓国のメディアはひたすらもうど、日本よりとにかく早く打ち始めるかとか、<ー>日本よりも接種率が上回るかみたいなところをなんか、逐一ずーっとなんかこう、報じ続けていたけど、うん、別になんかやっぱり日本に住んでいる人間として韓国とそこまで比較して、追い越された、大変だ、みたいなことには別にそういう意識は全くないし、それぞれやっぱり国情っていうのは違うものだから、 と思うしね。まあ日本も遅いのは困るけれどっていう、う別になんかそれは韓国と比較してどうこうっていう話でもないし。うん。むしろなんか逆にそこまでそういう視点が韓国から輸入されると日本が逆に意識てしまうんじゃないかっていう気はするんだかな。そうですね。でもうまく言えないんですけど、うん、日本におっちょこちょっちょこ보다韓国사람들의의식이변했た는게、 うん。うん、まあ、昔ほど日本、日本と言わなくなったことは確かだけどね。はい。で、ここでかうと、10代、20代は特にそうで、ん、す。くにかん。やっと対等対等なのかな対等じゃないかもしれないけれども。対等であることを認められない世代というのはまだいると思うねん。それは。あのうん、だけど、やっぱり。 そういう意味で言うと、やっぱり時代が、世代が下がってくるに従って、対等でない関係っていうのはどんどん解消されてるんじゃないかなっていう気はするけれどね。うん。うん。対等でないっていうのはまあ、例えばだから、僕の頃なんて、韓国のエンタメに興味があって、それを素敵とは思う人なんて、日本にはほとんど存在しなかったけれど。そうですね。今や。で、なんかそれはやっぱり、あの、韓国から見ると、すごく、 あの文化的劣等感というと言い過ぎかもしれないけれどうん、うん、やっぱそういう意識に結びついていたけれど今はやっぱりそういうものは全くないしむしろなんかこう韓国 BTS をはじめ韓国のエンタメが、BTS、エンタメに見せられてどんどん韓国に渡っていく時代になったしねでも本当に私の世代私30代中盤ですけどなんかちょいってまねど韓国에서 일본 사람들을 만나고, 그리고 특히 역사 얘기를 하는 자리에서는 응, 한국 사람들은 내가 일본 사람들을 本몽시켜 줘야 된다. みたいな感じですごい本を態勢り向かう人が多かった。けど,今の世代はもう少し冷静に話せるのかしじゃないかな? さっきの話の裏返しじゃないけれど、あの、経済的に、やっぱり日本の方がだいぶ上回っていた時代に、韓国はやっぱり経済では負けているが、文化と歴史的正当性では負けていないっていう、なんかそういうところをこう一生懸命、見出そうとしていたので、んなんか、だからやっぱり必要以上に日本の文化は過当なものであるみたいなものをね、こう、うやっぱり言ってたのよ、当時。そうなんですかうん。 そこは日本の大衆文化が輸入される、解禁されたのは1998年とか、あの、その、君で順政権のあれだけれども、うん、やっぱり、その時に一番大きな議論になったのは、こんな劣悪的品な日本文化を輸入していいのかっていうのは、やっぱ、それなりに大きな、あの、やっぱし、え、それなりに大きな塊としてあったわけだから。うんうん、ただまあ、実際解禁してみるとなんてことはないわけで、みんな、ね、みんな好んでみるわけで、えー、居酒屋にもみんな行きたがるわけで、うん うんで。その辺はなんかだいぶ時間をかけてかなり、こう、大きく変わってきたと思うよ。うあの、ねそうなんですよね。この十そう、だから、前もちょっと言ったけど、あの、椿の花咲く頃に出てきた、あの、舞台になった街。あそこってのは要は日本の植民地時代の、あの、日本人が住んでいた日本家屋。あれ、それこそマサンでしたっけいや、あれはね、えっと、ポハン。<laughs> ポハンか。うん、なんだけど、 当時だから十数年前にそこを訪れてそこを保存しようっていうのはやっぱりすごく住民の間に抵抗が強かったのね。日本の植民地時代のものを保存するなんてみたいな。で、ただ今やもうすっかりあの観光地として整備されて保存されていて、そういう家屋を復元して居酒屋とかが流行ってたりするわけじゃない。やっぱなんかそういう意識ってすごく変わってきたと思うね。そうですね。ちっちゃん。 まあ、だから、いろいろまだ、なんかいろいろごちゃごちゃしているけれども、今ちょっと往来ができていないので、なかなかそこら辺のコミュニケーションがうまくいかないところはあるけれど、個人的にはこれからかなと思っているので。うん、そんな気がします。うん。うん、私は楽観的なので。だからね、今度、私、半誰半分し、 自分근처에있는カフェ에서、韓国語教室を시작하기로했어요。へえ、まあ、そん、え、あそこでうん、あそこで。あそこで。こ <laughs> の辺のカフェで。ののェでまあ、韓国語教室を、へえ。そう、<ー>東南 BTS 좋아の는엄마なんて。ほう。すげえ。そう、あの、BTS、ハングルを勉強して、BTS の歌詞を読めるようになろうっていう。 おー、すごいね。なんか BTS 入れるだけでね、人が来ますね。来るね。最近の BTS の曲はみんな英語だけどね。そうそう、それがね、気になってるとこなんですよ。そう。で、えっと、그냥한글을가르치기만하면은、그は、는꼭제가안해도되겠다고생각하고있어서、うん。うん。 여러 사람들이 말을 하는데, 지금 사람들이 한국 문화를 매우 좋아하고 있지만, 그냥 표면적인 문화만 보는 게 아니라, 조금 더 깊숙이 들어가서 역사적인 배경 같은 것도 함께 알았으면 좋겠다는 그런 얘기를 많이 하고 있잖아요. 허허허. 그러니까 저도 조금씩 사람들이 거부감이 없는 범위로, 韓国で、韓国、うん、사람들이생각하는것에대해서、うん、알려드릴수있는기회が、うん、있었으면좋겠다고생각하고있어요。そうですね。へぇ、うんえー、それ面白いじゃん。なんかそれをポッドキャストにして配信したら、なんか番組になるんじゃね <laughs> <laughs> そこも。いや、私、私、韓国語教えたことないんですよね。ああ<ー>。そう、だからね、お金取るのも申し訳ないぐらいで。 だから番組としては成立しない。まあ、この番組なんて別に、ね。<laughs> <laughs> おっしゃる通りでございますけれども。えーえーうん、うん、で、ちょ、まじまげ、ちょんきさるりくんがんねよ。そうですね。まあ、なんかね、これ、キムドフンさんの人となりを知らないと、なんかこう、上から目線でこう語ってるように、一見見えなくもないんだけれど、でも、あの、本当に日本人の友達も多い、すごく、あの、うん、 会ってみるととても気さくな、あの、ここに書いてある通りお父さんが外国船の船長で家に行くとなんかやっぱりすごいそういうおしゃれな外国のものとかいろんなエスニックなもの、あの、アートなものをたくさん飾ってある家に住んでるし。あ センスがうしかな、うん。で、あと、まあ、本人、イギリス留学もして、<ー>ファッションも大好きでって言うと、<ー>やっぱり、すごく、あの、あんまりいい言葉じゃないけど、親日的な人。うん、<laughs> とても日本大好きな人で、よく日本に来てたし、日本人の友達もすごい多い人なんで、ん<ー>うん、なんかそういうところからずっと見ていたものを、ある種、自分の中で消化してきたものを書いてるなっていう感じはしたんだけれどね。ねえ。 本当にいい友達になりたいですね。うん。まあちょっとコロナが終わってからだな。なんか、本格的にもう一回始まるのはという気がしていますが。ね、そうですね。うん。どんな風になるでしょうかね。うん。まあなんかそういう一助になればというような感じで、こう、ちょっとずつやってきた。ポッドキャストでございました。かっ <laughs>、うん、こひんへえ。え <laughs> まあなんか一応立て直してどういう形でやればね、うん、持続可能かみたいなことを考えつつ、うんうん、また少しお休みをいただいて。ね、足しちゃっかのがなんじゃよいつにしようかね。<laughs> <laughs> もう今はね、ちょっとヨシさん忙しいし、私、私。うん、そうち。ちょっとなんかジジュさんを休ませてあげないといけないというところもちょっとあり、体が慣れてくるのが、うん、でもなんか徐々に ね、在宅勤務も増えつつ、増えてないのか。増え、週一ぐらいかな。うん。うん。で、ちんちゃー、ふたたた、だ、新進、ちながよ、鹿に。そうね。うん。マジで。本当になんかしんしんですよ、しん。うん。いやー、本当になんだか、最近。でもなんか、復職してから、ちょっと、ジジュさん本業の方でまた、ちょっと韓国絡みの仕事があったりとかね。そうなんです。うん。うん。とか、あと、 ま、増やしていきたいなって思ってます。うん。実はなんか、本業の方で、うん、本業の方でコンビを組んで仕事もして、とある作家のインタビューとかを。そうなんですよ。しましたね。そうなんですよ。うん、楽しかった。うん。うん、あれを、あの、いや、本当あの記事はなんかすごくよく読まれて、すごい嬉しかった。<laughs> ね、あの、うん、本の題名を紹介してもいいでしょうか女二人。 暮らしています。うん、の著者二人に、あ,あの、ジュジュさんが、はい、インタビューしてオンラインでインタビューをしてくれて、またこれがなんかすごい記事が人気だったので。うん、ありがたい。うん。でも、ね、本当に、あ주즐거운読書やっ그こ고インタビューと너무재밌어가지고、좋은시간이었어うん。うん、またなんかちょっと <laughs>、やろうと思ってるので、そういう企画は <laughs>。ね、うん、そう、なんか韓国の本が日本にいっぱい入ってきてるのも本当に嬉しいなぁ。 入りすぎな気もするんだけど。あ <laughs>、まあ、ちょっとね。<laughs> なんかもう、あの、どこから手をつけていいのかわからない状態にもなりつつあるので。でも、韓国なんてもう何年も前からそういう状態じゃないですか。うん。うん。ね。だから、それが同じような感じになって嬉しいな。うん。だって、ほんの数年前まで、金正恩にアンジェヨッチョキにサム、イニャンジョンがそのぐらいかな。うん。うん 何か、く、ちょっと前까지、ね、서점에가ん은、韓国관련책이라고하면ん玄関ぐらいだったじゃないですか。なんだか、まあ、そういう殺伐とした時期が本当あったよね。うん。うん、玄関以外に韓国の本なんかあんまり見たことないですよ。그게、しでね、여か까지왔네요。いやー、まあなんか、本当はもう少しなんか色々多様な見方が入ってきていいと思うんだけどなーという気はしてて。 あー結構自己啓発ばっかり入ってきてるから。あ、うーんとね。やっぱなんか、出版の話で言うと、やっぱり大きく売れ筋がはっきり残っちゃって。フェ,フェミニズムもそうなんだけど、基本的に韓国のアイドルが読んだ。はー、あ。なるほど。自分を大事にしてもっと頑張らなくていいんだよ。そのままのあなたでいいんだよエッセイ。んー まあ自己啓発というのかな、こういうのを。うん。うん。うん もともと自己啓発好きじゃないですか。自己啓発本。まあなんかでもやっぱり、あの、もう一生懸命生きるのやめた系は割と韓国の本が開いたかなっていう気はする。ねえ、本当に。うん。ヨシーさん一生懸命生きるのやめた系の人のインタビューよくしてますよ、ね、ああ、よくしてるというか、あの、あ<ー>ハワンさんはの、ううん、あやく一生懸命生きるだった、あ、違った。あやく一生懸命生きるところだったのハワンさんは何度かオンラインでお話し,しましたけども、あの、うん、なんか、あの <laughs>、 本当になんか脱力系の人で<ー>、うん。まあなんかすごいいい人なんですけどね、うんうん。まあなんか本人もちょっと今すごく悩んで、コ,コロナだからか知らないけど、ちょっと今なんか目標を見失って悩んでる感じがちょっとあるので。まあなんかコロナが終わったらね、もうリアルで会いに行ければいいなと思ってるんだけどね。ああ、本当、うん、ですね。 まあ、そうですね。なんか、秋ぐらいに再会する <laughs> ね、そうですね。秋ぐらいにはもう少し色々落ち着いてるかな。うん。秋ぐらいにはなんかもうちょっと、こう、いろんなことが整理できて、頭の中も整理して、うん,うん。できるかな。っていう感じを今持っているので、うん,うん。それまでになんかこう、ちょっと僕らも充電しつつ。そうですね。いや、やっぱなんかね、往来できないって辛いわ。韓国ですかあの、ニュース読む、 今結構あの日常会話系、日常生活系の日刊ポッドキャストは割とちょこちょこたくさん出てきてるのよ。あ、そうなんです、ね、そうなんだよね。うん。で、 僕らはやっぱりニュースやってるからっていうので、ある程度ちょっと中上級者向けじゃないけれど、うんうん、そういう、それじゃ物足りなくなった人向けにやってるつもりなんだけど、うんうん、何分東京でやってると、やっぱり向こうの感覚からどうしてもずれちゃうじゃないそうなんですよね。現地の感覚から宮橋さんは1990年で私は2000年代の話をしますからね。うん。なんか時々やっぱり向こうに行って向こうの人とお話しして、向こうでいろんなものを見てくると、なんかそういう、 なんかズレも多少修正されて、向こうでこんな感じ、話があったよね、みたいなところも交えていろいろと紹介できるからそこは良かったんだけど、やっぱなんかちょっと往来ができなくなってるとね、なんかこう、こっちで勝手に思ってるだけの話がもやもやとしてきて、なんかちょっと最近のなんか日韓の殺伐したムードもそういうとこが影響してんじゃないかって個人的には思ってるけれどー。ーそうですね。うん。 まあ、それはやっぱり日本をベースに韓国を語るっていうポッドキャストからすると、まあ、その、そのスタンスは、まあ、今後も続けていけると思うんだけれど、うん、やっぱなんか、もうちょっと、こう、多様な面白いところをやっていきたいなと思っていたら、ここから先はちょっと愚痴なんだけど、ハフポストコリアがつまんなくなっちゃってね <laughs> あ。あら、<laughs> 正直に言っちゃった <laughs>。いや、なんかほんと編集長が、 変わったか、編集方針が変わったかわからないんだけど、なんか、芸能ニュースの書き起こしばっかりになっちゃったので、ちょっとね。うん、옛날에는좋은기사가정말많았었는데。面白いニュース、なんか、いろいろ、あなんか、ひね、なんかちょっとひねくれた考え方してるな、みたいな、仮と筆者の、なんかこう、本音というか、暮らしぶりがわかるみたいな、すごくいいエッセイとか、ニュースの文脈みたいなのが、行間みたいなのがすごく分かって面白かったんだけど、 やっぱり先ほどの記事を読んだキムドフンさんが、うん、あの、編集長やっていた時が良かった。そう、キムドフンさんが編集長やって、キムドフンさんがちょっと体調を崩して辞めちゃって、で、その後、キムドフンさんの教え子じゃないけど、<laughs> みたいな人が一時期やってたんだけど、その人も辞めちゃって。ああ、今は,他の人てるん今は全く違う人がやってるんだけど、なんかだいぶ路線が変わっちゃったので、ちょっとこっちもね、 同じニュースを読むにしてもなかなか今のペースじゃ厳しいなっていうところが正直出てきちゃったので。そうですね。うん、もう割と最初になんで私がこのポッドキャストやりましょうってヨッシーさんに声をかけたかといえば上級者向けコンテンツを作りたいってところから、うん とかかりやすいのでニュースにしたんですよね。うん。まあニュース、そうね。なんか、うん、上級者コンテンツも、あの、あんまりレベルを上げちゃうと本当についていけない人が結構出ちゃうんで、うん、そうじゃな、なんか幅広く聞いてほしいなっていう部分もあったりしたのと、あとやっぱりなんかこう、続けていくためにはネタが必要だみたいなところもあったりしたので、なんかちょっと自分が多少得意なニュースでもやりますかみたいな感じで始めたんだけども。うん、うん まあ、えー、まあ、앞으로도ニュース는계속읽게되겠지만、まあ、なんか、そうね、なんか、もうちょっと厳選したいなという気は、厳選というか、あの、なんかやっぱりね、あの、結構、このポッドキャストをやるために、なんか、割と本当に寝る時間削って準備しているところがあったので。 なんか、いろいろ欲張ってあれもこれも紹介したいみたいに思っちゃうんだけど、あの、そこはやっぱりちゃんと、え見切っていかないといけない部分でもあるしね。ね、こだわり、あの、あ凝り始めると止まらない私なので。ね、이렇게했으면좋겠다는그런말씀도해주셨으면좋겠어요。そうですね。うん、なんか、やっぱり、ペースを、 無理ない範囲で続けてくださいというご意見も結構い,もも、うん、いただくのでちょっとじゃあ無理のないペースとか、うん、無理のない続け方みたいなのを少し模索していこうかなと思っておりますはい,はい。でも3年間毎週うんまあ実際には2週間とか3週間に1回の収録だったけれども <laughs> うん、うんうん、まあよく続いたよねね。<laughs> マジ半分もです <laughs>、うんでだよね いやー。あなんか、しんみりと。しんみりと。<laughs> いやいや。おっとけよー、うん。まあ、なので、えっ、ー、と、また、少し涼しくなってきたら、うん、うん。もう一度、あの、皆さんと。ね。ねうん。うりたしちょうもすぶろ、超モスブロ。ええ、돌아오겠습니多たぶん。はい。はい。では、えっ、ー、と、今日、<laughs> それでは今日読んだ記事のスクリプトは、あの、はい。はい 言ってください。え、あの、ニュースで韓国語のブログに掲載しておりますので、はい、えー、読んでください。はい。それでは、오늘은이렇게シーズン2を마치겠す。さよなら。안녕히계세요。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様に、あね